さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今日のイカライフ動画はですね、ここ袖ヶ浦サーキットですけども、もうすでに何の車か分かってるかと思うんですけど、はい、こちらです。かっこいいでしょう、スープラ、このツヤ消しの白、超好きな色でございます。このスープラですね、なんとマニュアルのシフトでございます。まあなので後でですね、いろいろちょっとお伝えをしていきたいと思います。今回はですね、この袖ヶ浦サーキットで前にあります GRMN ヤリスも乗ることができております。なのでそちらは別の動画になりますけど、この動画はスープラフォーカスを当てていきたいと思います。まずはサーキット3周をですね、2セット走れておりますので、なのでまず1セット目の走り、ちょっと先に言っときます。1セット目と2セット目でエア圧を調整していただき、全くちょっと異なる乗り味にもなってますので、あと僕の気合も変わってますので、前をマナブさんが走っており、なのでちょっとまずは1回目初見でのサーキットドライブからどうぞ。さあスープラマニュアルいきましょう。クラッチがもうちょっと強化クラッチ入ってんのかな、踏み応えは気持ちよくはないかな、もうちょっとカチッとしてると嬉しい。でもね、やっぱりグローブしながらこの本革のステアリングは滑っちゃう、これはね嫌なんですよね。だから絶対素手で運転した方がいいんですよ。今 VSC オフスポーツモード、なぜか最強バージョンにセットされました。さあ行きましょう、どんな感じか。いやー滑らかに吹き上がる。あ、ここはでも踏んでけないな、ここは。あー接地感がもうちょっと欲しい。すげえフロントが入るんだ。デフもうちょっと効かせたいけど、このハイパワーぶりは。あ、なんかね今日はね、あ、車は重い重い。さっき GR ヤリスを乗った後だから余計感じちゃう。
くないんだけど、まあこれね、完全オフでこういう風に走れてること自身がすごいと思う。完全オフでこの3リッターの500ニュートンをコントロールしてるところはすごい。さんのですね、GRMN の試乗を見てもらうと、前を一生懸命僕が走ってるのが分かるかと思うんですけど、いやちょっとね、もうちょいダンピングを、だからワインディング式のこれ足ですね、どちらかというと。だからちょっと頭の中を整理しないといけないな。さあ、途中ではありますけれども、この GR スープラ、新しいマニュアルトランスミッションですよ。ちょっと触れていきましょう。今、ちょうど1セット目が走り終えた後ですけど、この後2セット目の走行もあります。2セット目はですね、もう川口学さんの後ろ追っかけまくりますので、GRMN ヤリス。だからもう GRMN ヤリスの方が絶対的に速いんですけど、だから気合を入れて追っかけてるので、結構ね、気合を入れて走ったら、ちょっと特性も、で、エアーツも変えてもらったらさらに走りやすくなったので、そのあたり、2回目の走行を見ていただければと思うんですけれども、やはりね、結構前回ドライブだと冷静な判断というか言葉が出てこないので、ちょっと改めてちょっとエンジン切ります。エンジン切った上でこれトランスミッション、かなりこれね、ショートシフトですごい節度感あって、ちゃんとカクッカクってこの動くんですけど、あのね、前回ドライブしてる時の、その、今回だからね、GRMN ヤリスと一緒に試乗会をやってることが、この GR スープラのいろんな勘違いを生んでるんだと思います。あの、先にちょっと、これはね、試乗中も結構テンションが上がっちゃってて、そのあたりが述べられなかったので、それで言うと、今回の、ちょっと外出ましょうか、これね。僕何回も言ってるじゃないですか、その、車って期待値に対して結果どうなのっていうあたりが大事だっていうのを言ってるじゃないですか。で、それで言った時に、なんか今回 GRMN ヤリスと一緒に試乗会をやってるせいで、 GR イコールサーキットドライブをする車みたいな、なんか勝手にちょっとね、そういう、なんだろう、しかもこれ追加設定されたマニュアルじゃないですか。だからサーキットがだからすげえ得意なんだろうなみたいな、なんかそんな期待値をね抱かせてる中で乗ると、いやもうちょっとしっかり感欲しいよねとかいろいろ出てくるんですけども、これおそらくワインディングスペシャリストだと思います、今このセッティング。だから僕はサーキットを走ってる時に、いやもうちょっとリバウンド締めてくれたらっていうのはあったんですけど、これでリバウンドを締めちゃうと、要は足のこの伸び上がるっていうふわっとした動きを抑え込むと、要はサーキットを走ってる時にはブレーキをかけたり上からグイグイ押さえつけようと思ってもどうしても剥がされてふわっとする動きが出て跳ね出すので、それであればリバウンド締めてほしいよっていうのも実は走行中はずっと思ってたんですけど、でもそうじゃないと思うんですよね、ある意味。なぜならやっぱワインディング考えると、これ以上リバウンドバウンド締めると跳ね出しちゃうので、実際のワインディングの気持ちよさ、走行を考えると。だから僕これワインディングを主体として仕上げた上で、サーキットも実は走ってみたら意外といけるよっていうぐらいな味付け、要は GRMN とかではないので、ちょっと最初の僕は期待値がちょっと違ったんだなっていうのは思いました。勝手になんかサーキット仕様みたいに思ってた僕が悪かったです。うん、なのでワインディングスペシャリストと思っていただくと、これすっげーいい車だと思います。味付けとしてもいいと思います。ちなみにあのスープラ久々に登場なので、改めてちょっとお伝えしておくと、3リッターの直6と2リッターの直4エンジンがあって、3リッターは RZ、 2リッターは SZ なんですけど、 SZ と SZR あるんですけど、だから今回6速マニュアルが加わったのは RZ、 要は3リッター直6のみ。もちろん RZ でもこの、6速のマニュアルじゃなくて、今まで通りの8速オートマももちろん選び続けることが可能です。でこの19インチのホイールが、これ新設計のホイールになります。255/35/19インチ、これ新しい衣装のホイール、これかっこいいですよね。お、なんかすっごいこういったところを肉抜きされて、すっげえかっこいいかっこいい。で後ろはっていうと、はい、275/35/19インチですね。275ですよ。でタイヤ銘柄はパイロットスーパースポーツでーす。なので、うん、グリップも高くてという、まあそういうバランスの、いやしかしこのモリモリ感、やっぱスープラかっこいいですよね。デザインはなんかだんだん馴染んできて、すげえかっこいいなって思うようになってきた。なんか出た当初以上に今見ると改めてスープラすげえかっこよく感じます。
て僕だけでしょうか。あ、ちなみに僕言い忘れました。このホイール新衣装なんですけど、これ単造の19インチホイールで、これ1本あたり 1.2 キロも軽く仕上げられております。そこが特徴的です。で、今回はですね、このマニュアルに合わせて、この ABS、 先ほどから言ってる電子制御ダンパーであるとか、ハンドルの要は EPS ですね、電子ステアリング周りの味付けも全部調整がされております。ロール剛性であるとかも全部調整がされております。で、その乗り味はという時に、やっぱね、サーキットじゃなくてこれの車は本当ワインディングをなんかすごい狙ってるような感触なので、ワインディングで改めてちょっとこれは乗ってお伝えしたいなと思います。ちなみにこちらの色は新色です。さらにオープニングで出ていたあの白も新色の設定になります。で、一応念のため全長としては4380です。全幅1865、高さは1290ですね。ホイールベースは2470の車両になります。軽快感っていうところで言えば直用もとっても魅力的なんですけれども、やっぱりね、もうパワフルにガンガン行こうぜっていうので言えば、もう直録っていう形になるかとは思います。ちなみに白マット、またもやです。マット系って結構これですね、台数限定でございます。なので欲しい方は急いでください。あ、ちなみにね、この色っていう観点で言った時に、これよいしょ、このタンカラー、これも新色になります。この内装のこのタンカラーですね、ちょっとなんか上品な感じですよね。落ち着いた室内になります。じゃあ引き続き行きましょう。2回目の走行スタートです。どうぞ。さあ行きたいと思います。ちょっと後ろから GRMN マナブさんの走りも見ていきましょう。
ちょっとここでリアをこういうふうに流すみたいな、このハンドルをちょっと戻し気味の滑りをコントロールできるようになったので、だから剛性高いしいいんじゃないですか。ここもここもほら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 、ずっと流れて綺麗に綺麗に、この微妙な流れを今コントロールしてるって、これで結構ね やれそうでやれないんですよ。こういうのこういうのこういうの、そう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 、いいんじゃないですか。うん、だから大きくズルンっていうのをコントロールしようと思った時にそれは対応してないです。でもハンドル角90度ぐらいの修正までの中で収めて走るみたいな、ちょっと本気印しようかな。だから本気すぎちゃって面白くないっていう人がいるかもしれない。だからなんかね、レーシングカーのちょっとセッティングですね、これイメージが。だから本当に綺麗にフロントに荷重乗っけてあげて、綺麗にリアタイヤ滑らせてあげて、それを微修打で、あの細かい修正打で姿勢を整えてあげて、でそこからアクセル足乗っけて綺麗に荷重かけてって、それができないとこれ気持ちよく走らないっていう、そういう車ですね。だからちょっと腕を要求されるかもしれないですけど、分かって操作するとこれ面白いと思います。はい、以上でした。ありがとうございます。イカレフォでも、もうこれ楽しいことは楽しい。この大きさの車をこういう風に操れるっていうのはすごいいいと思います。